臨海副都心入り口臨海副都心出入り口は東京都港区台場にある首都高速道路湾岸線の出入り口であり東海ジャンクション方面の出入り口のみ設置されているハーフインターチェンジである目の前にフジテレビフジメディアホールディングスの本社ビルがある2007年12月22日に13号地質入口からこの名称に改称した西行きは本線に合流して すぐ海底トンネルの東京港トンネルになっているため、危険物積載車両の流入はできない。首都高速東京港トンネルに並行する国道357号、東京港トンネルの整備に伴い、西行き入り口は2014年4月9日から、東行き出口は2016年2月23日から、有明ジャンクション側に仮移設され運用された。その後、 付近の立体加工事実施の後、西行き入り口は2017年3月22日に、東行き出口は2018年12月26日に、それぞれ元の位置に移設されて、運用を開始している。高速湾岸線臨海副都心入り口の仮移設の、お知らせ、首都高速道路。 http://www.shutoko.co.jp:/company:/press:/h25:/data:/02:/27 臨海副都市に入り口2016年1月31日閲覧高速湾岸線臨海副都心出口の仮移設のお知らせ首都高速道路 http://www.shutoko.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュカンパニースラッシュプレススラッシュ127スラッシュデータスラッシュ01スラッシュ20臨海副都心2016年1月31日閲覧高速湾岸線臨海副都心入り口の移設のお知らせ臨海副都心入り口の立体化整備が完了します 首都高速道路株式会社2017年2月23日閲覧高速湾岸線臨海副都心出口の切り替えのお知らせ臨海副都心出口の位置が600メートル手前になります首都高速道路株式会社2018年12月30日閲覧ありがとうございます